パワークウィックはフリースケールセミコンダクタが製造しているパワーアーキテクチャに基づいたマイクロコントローラの名称である。パワークウィックは一つまたは複数のパワー PC コアとクイックエンジンと呼ばれる別のリスクコアで構成される。クイックエンジンは IO 通信 ATM セキュリティアクセラレータネットワーキング USB のようなタスクに特化している。 多くの製品は組み込みアプリケーション向けの個別に設計されたソックである。パワークウィックプロセッサーはネットワーク、自動車、産業用、ストレージデバイス、プリンター、コンシューマ製品で利用されている。フリースケールはモーブルグッドプラットフォームの一部としてパワークウィックプロセッサーを使用している。フリースケールは古い6 8キロの技術に基づいた クイックマイクロコントローラーも製造している。パワークイックには主に処理能力で分けられた4つのシリーズがある。3マイクロシステムズの FIRE V20Z に搭載されたフリースケール XPC855T サービスプロセッサー MPC8XX シリーズはモトローラ製の最初のパワー PC ベースの組み込みプロセッサであり、ネットワークプロセッサとソックデバイスに適していた。 コアは、パワー PC 仕様の最初の実装の一つであった。MPC8XX は一つの4、ステージパイプライン、ム、分岐予測ユニットを搭載したコアであり、最大 133MHz で動作した。MPC821 は、完全なクイックエンジンを搭載した MPC860、とともに、1995年に発売された。キャッシュと IO ポートを減らし、 スリム化したバージョンの MPC850 は1997年に発売された。クイック通信プロセッサモジュールは CPU からネットワークタスクの負荷を低減した。こうしてこのシリーズにはパワークイックという商標が与えられた。このシリーズのプロセッサは USB、シリアル、PCMCIA、ATM、イーサーネットコントローラーのようなオンチップデバイスの 搭載や1基部から16基部の範囲にわたる L1 キャッシュサイズのバリエーションがある。MPC8XX からすべてのパワークウィックプロセッサはこの形式の名前を持っている。9ロジェック3バックス5200ファイバーチャネルスイッチに搭載された MPC8245 パワークウィック2はパワー PC603E の直接の後継機であり、 1998年に発売された。同じコアが 603E や G2 という名前でも使用された。パワー q ウィック2は16、16基部の L1、インストラクション、データキャッシュを持ち、動作周波数は 450MHz に達した。これらの通信プロセッサは、VOIP システム、電話交換機、フェムとセル、スラムのようなアプリケーションで利用された。 パワークウィック2シリーズは、より強力なパワークウィック2プロシリーズが導入されたため、徐々に縮小している。このコアに関する今後の開発は計画されていない。MPC82XX からすべてのパワークウィック2プロセッサは、この形式の名前を持っている。2004年に、パワー PC603E コアを32、32基部、 の L1 インストラクション、データキャッシュで強化した E300 コアに基づいた PowerQuick2 Pro が発表された。PowerQuick2 Pro は、ルーター、スイッチングハブ、プリンター、ネットワークアタッチとストレージ、無線 LAN アクセスポイント、ズーラム向けのネットワーキングプロセッサとして使用された。PowerQuick2 p r は、最大6 7 7ヘルツで動作し、USB、PCI、 イーサネット、セキュリティ機能など、多数の組み込みシステム向けの機能を内蔵することができた。パワークウィック2プロは、オリジナルのパワークウィックアイやパワークウィック2シリーズでに搭載された CPM とは異なる新しいネットワーク負荷軽減エンジンのクウィックエンジンを内蔵した。MPC83XX から、すべてのパワークウィック2、Pro、プロセッサーは、 この形式の名前を持っている。名前の末尾の E は、プロセッサーが暗号化モジュールを内蔵していることを示す。834X の名前を持つプロセッサーは、クイックエンジンを内蔵していないが、836X の名前を持つものは内蔵している。パワークイック3プロセッサーは、32ビットのパワー。 命令セット V2.03 に対応した E500 と呼ばれるコアに基づき2003年に発表された。パワークウィック3は2並列の7ステージパイプライン、倍精度のフ三十32、32基部の L1、インストラクション、データキャッシュを持ち、複数のギガビットイーサネット、PCI と PCIE、ラピジオ、DDR、DDR2 メモリコントローラ、 セキュリティアクセラレーターを持っていた。動作周波数は5 3 3メガヘルツから1 5ギガヘルツまでの範囲であった。パワークイック3は企業向けのネットワーキングと通信アプリケーション、ハイエンドのストレージプリンターイメージングをターゲットにしていた。一部のプロセッサはネットワーク処理の負荷軽減のために古い CPM モジュールを内蔵していた。 新しいクイックエンジンを内蔵したものも CBM やクイックエンジンを全く内蔵しないものもあった。しかしフリースケールのマーケティング部門は 85XX シリーズのすべてのプロセッサにパワークウィック3のブランド名を付けた。MPC85XX からすべてのパワークウィック3プロセッサはこの形式の名前を持っている。名前の末尾の E は プロセッサが暗号化モジュールを内蔵していることを示す。シングルコアから32コアまでのマルチコアの PowerPCE500 ベースのプロセッサのすべての特徴を持ちソフトウェア互換のコリックプラットフォームに移行しパワークウィックの開発は終了する。フリースケールは既存の顧客向けにパワークウィックプロセッサの製造を継続するがコリックへの移行を容易にする手助けをしている。 ありがとうございます。